LK 王国かどうかを確認すること。あ、LK 王国だ。まずこいつがヤギ持ってますけど、もうこいつが LK の荷物許さないんで、なんか売り物、いや、なんか言ってるけど、LK 王国のやつと口聞くなってうちのお母さんが言ってましたね。さあ、この人 LK ばっか、 LK の人は入れられねえんだって。だからエルカスはよ、もう来ないでくれ。 LL さん、もうね、あなたばっかりサイレンも鳴らす必要なかったわ。おいこらてめえ、こらおいこらてめえ、おらてめえ、逮捕だ。手間をかけさせるんじゃねえぜ。いや、いい仕事じゃないですか、これは。かなり治安終わりだよ。いやいやいや、治安を終わらせないための必要枠ですよ、これは。ネセサリーね。お、やばいって、やばい、ま、待て待て待て、ちょっと待って、これやばい、これやばい、これやばい、あーちょっと待って、待ってくれ。いや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 、こんな急に、どん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 って、なんてテンポのいい物語。あ、一日が始まり直した。すごいセリフ。一日が始まり直した。あー怖い怖い。よしよし、黒が出た、黒が出た。危ねえ危ねえ、ギリギリカツカツ。おい、なんでこんなせちがらいんだよ、現実かよ。検査終了、あなたは入国できません。分かってきてたろお前。ダメだじゃねえんだよ。なんかワンチャンで来んな、ワンチャンで国に入ろうとすんな。あんまり国は絶対で来る。ライフルの弾をする。うおー、もうね、窓ガラス残ってないんじゃない、新車だったのに。これまだあれだよ、乗って6分とかだよ。こんなことってできんの。もうそういう仕事の人じゃん、バラシ屋の人じゃん。虫の音で思い出したけど、なんか猫ちゃんがセミ何万人行くまでずっとセミの声を出し続けるっていう異常なやつやってて、でそれの赤紙が届いちゃって、なんかこれに来てください、今2人みたいな、なんか恐ろしいことが来て、まあ行ったんですけど、でなんかまあみんな頑張ってセミの声出してたんですよ。でまあ無事ね、その目標としてた人数は達成したんでよかったんですけど、ディスコードで通話しながらセミの音をみんな思い思いに出してたんですけど、猫ちゃんのノイズキャンセラーかな、聞こえてた音の4分の1くらいになってました。みんな頑張ってセミやってたのに入ってた音は全然少なかった。セミやってたのに報われないっていうことあるんだ。セミで悔しくなることってあるんだね。人生っていろいろあるなって思いました。すべての手掛かりを確認し戻ってきてくれ。君の許可なしに誰もここから出てはいけない。一発で、違うって、トンファー一発で、あ、ごめん、違うって、近くて、ちょっと小づいたら、なんかね、確信にね、迫るような情報くれるかなって思って、一発でトンファー、そうか、トンファー、でもトンファーで今まで人結構殴ってきたけど、一発で死んだのはお前初めてだよ、君みたいなラクダイスよ。こいつ、あ、待って、こいつに銃向けたっけ。そんな簡単に人間は死なない、そんな簡単に。くそー、あ、さっき全員と話したらタスク消えてたよ。くそ、めんどくせ。なるほど、お前コメント押せよ、シュージコラ。なるほどね、一撃でも与えたら死んじゃうの。さっきトンファーで頭をボクったから殺っちゃったのかと思ったんですよ。だから尋問ってこうかなって思ったんだけど、ちょっと丁寧にいきましょうね。うわー、こいつ、あ、来た、ここでまた選択肢だから、こいつを逃がせば僕は革命側に行けるという話ですね。ボケが、お前はただの犯罪者だ。人殺して意見が真っ当に聞いてもらえると思うなよ。